はい、どうも皆様、アーサーです。ポケットモンスターソードシールドやっていきます。よろしくお願いします。今回はですね、巨大マックスオーロンゲの厳選を始めていきます。でですね、まず巨大マックスオーロンゲが出現する巣に向かっていきましょう。この預かり屋からそう遠くない場所に巣はあるので、まあ、これに関してはすごいわかりやすいと思います。はい、まずストーンズ原野に到着しました。で、この先に進みます。で、この先をずっと進んでいくと、はい、ここのこのね、緑とあの砂場の境目ら辺に巣があります。で、ここで巨大マックスオーロンゲが出現するので、まずメタモンリセットからですね。で、メタモンリセットで最初に紫色の光を出現させます。で、出現しなかった場合はリセットで、またやり直しと。はい、来ました。で、これで紫色の光が来たんで、あとはまあ日付変更バグを活用して、まあ、巨大マックスオーロンゲが出現するまで繰り返しましょう。まあ、確率は 5% なんでね、やってればいずれ来るはずです。お、これは間違いなく巨大マックスオーロンゲですね。タイプはアクフェアリー、そしてこのシルエット確定でしょう。で、来たので一旦ここでレポートを書きます。で、あとは戦うだけと。かっこいいね、やっぱり巨大マックスオーロンゲ。お見通し？あ、マジか。お見通しってことは、これあれですね、夢特性の方ですね。一発目で夢特性引いちゃったか。いや、実はオーロンゲですね、通常特性のあのいたずら心の方が強いんですよね、夢特性より。いや、まあでも夢特性巨大マックスは結構レアだと思うんで、まあ、入手しておいて損はないんじゃないですかね。とりあえずここは一旦倒しましょう。ただちょっと味方パーティーがそれほど良くないですね。手助けイーブイがいるな。これは大丈夫なのか。巨大睡魔生きてたか。まあでも後の2匹はちゃんと攻撃してくれるし、でイチャモンがちょっとめんどくさいな。お、いいね、イーブイがちゃんと攻撃してくれてる、いい子だ。さあ、ここでバリア剥がして、防御と特防がガクッと下がって、で、ここでもう一回バリア張るかな。張らないか、まだ張ってほしかったな。この攻撃で張るのかな。あー、また手助けしてるよ。これで来るね。うん、で、このターンで倒せるかな。倒しておきたい。 OK、 素晴らしい。さすがゴーノラゴンですね。で、あとは捕まえるだけ。まあ、捕まえるボールはもうこれはダークボールで間違いないでしょ。色が合ってるからね。オーロンゲはダークボールでしょう。さあ、一応これで夢特性の巨大マックスオーロンゲは入手完了ですね。
まあ、夢特性は本当持っといて損はないと思います。負荷で手に入らないからね。逆に夢特性を親にした場合、通常特性もね、負荷で手に入るんで。まあ夢特性は持っといて損はないですね。あー、普通の状態のオーロンゲはそんなに好きじゃないな。なんかちょっと歯が気持ち悪いわ。ちょっと見ていきましょうか。それじゃあね、こいつですね。性別はオスで、特性がお見通し、相手の持ち物を見通すことができる。そして性格はずぶといか。ずぶといはダメだな。ずぶといはダメですね。攻撃下がっちゃう。5部位か。いいな。まあまあまあ、性格は変えられるんでね。ミントで。これ、夢特性は入手したので、あとは通常特性入手して、終わりですね。頑張りましょう。お、来た。やっとか。はい、来ましたね。巨大マックスオーロンゲ。あとはこいつが通常特性であることを願いましょう。いたずら心な。頼むぞ、ほんと。これで終わりにしたいな。大体もう2時間くらいやってんのかな、こいつの厳選。1匹1時間だとね、ほんと結構しんどいですわ。うわー、なんかちょっとパーティーにソロロックがいる。ソロロックさん頼みますよ。あー、ダメだこいつ。コスモパワーしかしないな、これは。あー、いやー、まあでも大丈夫だろ。コスモパワーするってことはまあ負けないだろうしね。死ななきゃいいや。うん、いいね。本当にソルロックの技はなんとかならないもんなんですかね。このコスモパワー連発野郎は。イチャモン、あ、いやだから今のイチャモンは結構ファインプレーなんじゃないか。これでもうコスモパワー使えないだろう。さあバリア張ってきたけど、まあどっちでしょう、これで終わるかな。さすがだ、ソルロック。よく攻撃してくれた。まあ、攻撃してもしなくても、どっちにしろ次のエラ神で、まあ、落ちてたと思うんで。ソウルクラッシュ。ハリーセンは優秀だな。さあ、これで、ジ・エンドかな。ああ、耐えるんだ。まあ、あとは味方が倒してくれるでしょう。結構食らうな。はい、オッケー。頼むぞ、マジで。いたずら心で会ってくれ。頼む。あとは特性を確認するだけだ。
夢特性もいいんですけどね、やっぱ使える特性の巨大マックス個体も欲しいんでね。頼むよ。本当頼むよ。OK! いたずら心。変化技を先制で出すことができる。いやー、強いね、これは。せっかち。まあいいでしょう。全然いいよ。巨大マックスのいたずら心来ただけで十分ですよ。これはね。まあ 4V ですけど、贅沢は言っちゃいけないね。ということで、ご視聴ありがとうございました。